仮のだけなりは、社会福祉法人民竹会の理事長及び、元茨城県議会議員、ピソ天神の施設長を務める。本名は、かの平在門けなりであるが、県議会議員時代は仮のだけなりで登録していた。また、園芸療法、動物介在療法の実践者でもあり、ラマとカピバラを飼育している、茨城県水戸市出身。現在は、 霞ヶ浦市獅子倉に在住。水戸市立吉田小学校を卒業。家庭の事情から三つ上の姉と共に、東京都の市立広明学園に進み、中高6年官僚生として過ごす。青年海外協力隊に憧れ、東京農業大学へ進学し、1987年、昭和62年卒業。その後、衆議院議員、三塚博の秘書を経て、 社会福祉法人民竹会を設立し理事長、ピソ天神施設長を13年間務める。2006年、平成18年の茨城県議選に自民党公認で出馬し無投票で当選した。2009年、平成21年度は総務企画委員会、情報委員会に所属。2010年、平成22年12月の茨城県議会議員選挙にて2期目当選。 2011年、平成23年度は、農林水産委員会副委員長。2012年、平成24年度は、土木企業委員会副委員長、議会運営委員会委員、県議会改革党調査検討会議員を歴任した。その後、衆議院、茨城6区より出馬するため2012年11月19日に、県議会議員を辞職。また同選挙区には、 自民党公認の庭裕也が出馬するため、初代自民党県連会長であった祖父の代から続いていた自民党を離党した。なお、11月19日に県連に離党届を提出したが、県連はこれを受理せず、無所属で出馬した。選挙の結果、庭が当選し、カノは落選した。父は、元衆議院議員、参議院議員のカノア秋を、母は、 自民党元参議院議員の狩野康母方の祖父に、元衆議院議員の加藤隆造がいる。父方の祖祖父は、旧四志子志村長の加野義種。そしてこの元村長、義種の父は、貴族院議員5選者の彼女種で、栃木県選出の貴族院議員であった、矢口長英門は、父親の母方祖祖父にあたる。また、幕末の天狗党の末裔で先祖の名は、 天勇サ隊隊長の須藤隆行親である。ありがとうございます。